です。お疲れ様です。またやりますかこれ。どうする？すごい立派ですよ。わ、すごいね、これ。すごい立派ですよ。だって、いや、23の前になんかガマゴリ再開しますよ的なアピールをしたいんですよね。せっかく僕出るんだったら。ガマゴリ行ってらっしゃいで、じゃあ最後。ガマゴリ最後、はい。明日から行ってらっしゃいみたいな。22日の全県、全県アップして。ああ、それいいです。ちなみにライセスは愛知県誰が来るんですか？愛知は磯部さん。磯部さんが。またか。入れてほしかったな。やります。裏話しましょうか、優勝終わった後の。この先輩から順番に連絡があったの。真面目です、ね、ちょうどね、次の日オールスターだったんで、オールスター組からいろいろ連絡来たんですけど、なかなかやっぱ性格が出るなと思って、はい、今昨今特賞ができないので、はい、ちょっと勝ち釜だけでも、はい、取材させていただきたいと思いまして、はい、需要ありますかこれは。目標は2000回でお願いします。2000回、はい、分かりました。2000回回ったらなんかまたプレゼントでもやろうか。すぐ回ります。回りますかね。なりちゃん見てると2000回が結構限界があるなっていう感じで、2000回の壁っていう感じなんですけど。なるほど、ですね、あそこ。ね、やっぱ丸亀がちょっとね、不思議なあれがあるんで、縁があるんで。と言いますか。いや、なんかだから、もういろいろ経験してるんで、あそこ、本当に。だから、怪我したのもそうだし、で、1ヶ月向こうにおったんで、思い入れ感で言ったらすごいなと思って。で、SG 行くきっかけになったのもあそこだったんで、まあ、丸亀の特別戦って何かあるかなって思っては言ってましたね、確かに、はい、あの雰囲気、やっぱいいモーターって後で聞いたんですけど、雰囲気良さげだったですね。で、同期の雲野くんにもそれいいよって言われて、やっぱいいかなみたいな話をしたんですけど、はい、初日はちょっと本当合わせきれてなくて、あれなんか試運転の足がレースに出てないなみたいな、そんな感じだったですね。で、整備士さんに相談してちょこっと整備して、プロペラ叩き直して、2日目まさかのドリーム戦だったんで、いや、あのドリーム戦でまくり出した時に、いける時のパターンだなと思ったんですけど、2日目の1着で、あ、これもしかしたらリズムよくいけば、もう6号艇使ってるし、もしかしたらいけるかもしれないなと思いましたね。はい、いや、もうね、まさに強国のランだなと思って。なかなかあそこまでのインファイターの人が2人乗ってくることないんで、まあ、そういう巡り合わせですごいことになったなと思いましたね、はい、いや悩みましたよ。なんでもう2号艇なんですけど、どうしようかなと思って、はい、まあ、気持ち的にはもう絶対来ると、うん、そうです、もう 100% でしょうね、はい、だから枠番を主張するか、まあ、思い切ったコース取りに切り替えるか結構迷ってましたね、はい、ただもう2コース取っても前本さんに勝てる気がしなかったんですよね、正直。なんで、あるなら角かなって悩んでて、で当日のレース間特訓なんですけど、もう2コースに入れてもらえなかったんで、久しぶりに本当にあのボートレースっていうか競艇だなと思って。2コースからあの前本さんを差し切れるっていうイメージが なくて、なんか壁にはなれそうな気がしたんですけど、2着なら取れるなって思ったんですよね。でもまあエンジン出てましたし、2着狙いに行くのか、まあ、センターまで引っ張って叩かれるかもしれないけど、1か8かでまくりかまくり出しかっていう、もう優勝かっていうところを天秤にかけて、で引きましたね、あの時は、はい、ただまあ他のメンバーの人との兼ね合いもあるんで、山田浩二がねどうするかなっていうのだけちょっとずっと思ってたんですけど、特訓の僕の足を見て、まあ、これなら一緒に出てもいいかなって思ってくれたのかなと思って、まあ、だからレース前から本当駆け引き本当始まってて、はい、みんな何も喋らないんですけど、特訓からみんないろいろ思惑はあったと思います、あの時は、はい、とりあえず1コーナー回ろうとしたら山田浩二君に刺されないようにと思ったんですよ。そしたら上来てたんで、ビュッて見えてチラッと、はい、やべえと思ったんですけど、まあ、あのやられる角度じゃなかったんで、あそこまでまくっといて上から2段まくり食らったら最悪だなと思って、で秋山さんも多分そんな早いタイミングでは刺してこれないだろうと思ってたんで、まあ無難に決まりましたよね。決まりましたよね。ただもう2着が
3着が山田浩二君と秋山さんになって僕みたいなものが緩めたなこれはっていうつもりで走ってましたよ、本当に3周にコーナーまで、はい、じゃあもう後ろ常に警戒しながら、そうですね、頼むから蹴ってくれと思ってました3周2コーナー回ってよしと思いましたね、もう、はい、あんなにハマったことはないのかなっていう感じですね、はい、いやもう優勝した瞬間にやった SG だと思いましたね、はい、SG にまたチャレンジするっていうのがちょっと去年ぐらいちょっとこのままダラダラ行くのかっていうところだったんで、まあ、実際あの地元の記念とかも走らせてもらってるのになかなかね自分なりにやってきてるつもりなんですけどやっぱ結果が出ないんで、でいろいろこう気持ちの入れ方とかもいろいろ変えてみたんですけど、なかなかやっぱ G1 行くと厳しくて、初めて行く時にオーシャンカップだったんですけど、ポイントを取っていくのにすごいしんどくて、あとここで一回優勝すればいけるのにっていうのになんか逆に結果が出なくなっちゃって、いやこれ結構しんどいなと思って、もう少しこうふわっとこう仕事やってみようと思ったんですよね。なんか周りの人からも言われたんですけど、ちょっと気が抜けちゃってんじゃないのみたいな感じで言われたこともありましたし、だからどっちがいいのか分かんないんですけど、あの丸亀の時はちょっと自分に負荷をかけていったんですよね、あのドリーム戦一着だった時に。あれをね毎回やるとね、僕虚弱体質なんで、あの胃とかがねなんかもで1年これ続けられないなと思って、やっぱ普段がこう楽しく行きたいって思ってる人間なんで、なかなかそこまでやっぱ追い込むと集中力が増すんですけど、やっぱ後のダメージもでかくて、仕事とプライベートの境目をなくすか、バチッとこうオンオフで切り替えれるか、それも結構一流選手のなんか資質なのかなっていう、そこは僕に足りてないなっていう感じがしますね、はい、メンタルが鬼のように弱いですね、はい、ありますね、11月そうですね、ちょっともう一個だから頑張らない感じですね。でも当然そこを頭に入れてあのレースできる幸せっていうのがあるんで、そこ出たら本当神ってますね、はい、生氷の SG 出てみたいですね、はい、11月の生氷チャレンジカップ、そうなんですよね、また出にくいやつやるんですよ、生氷がまたでもみんな僕だけじゃなくて愛知のあのメンバーは多分みんなそこは念頭に置いてやってると思うんで、まだあの大きいレースもちょっと入れてもらってるし、チャンスがないことはないと思うんで、しっかり取れるとこ取って、一応じゃあもう、まあ、今後の目標はガマゴリの、うん、チャレンジカップ出場ということを目標で大丈夫ですか、はい、はい、そこは目標にしましょう、とりあえず、はい、はい、もう出れなかったら出れませんでした T シャツ作りますね。カメラに向かって一言言って、それあのチャレンジカップに出れなかったら出れなかった T シャツ作ります。でなるべく作らないように頑張りたいと思います勝ち釜市長のファンの皆様、あのおかげさまで優勝することができました。まあ普段はちょっとこいつふざけてんなっていうキャラなんですけど、たまには頑張りますので、また温かい目で応援よろしく。まさかの平石さんでいくまさかの平石さんでいくで、裏話、はい、あのですね、はい、今までにないぐらいやっぱり連絡が来たんですよね、いろいろ。もう峰君にいたっても勝手にもうインスタにもあのポンって上がってたんですけど、でまず嫁より着信が早かったのがゆきやさんだったんですよ。平本さんもあのすぐ連絡来て、はじめさんとかも何気なくさらっとこう連絡くれる。いつもはそういうことはなかったんですけど、嬉しかったのはなんかこう俺も刺激になったよみたいな言ってもらえて、今から SG 行く人たちがそうやって言ってくれると嬉しいなと思って。僕がすごい本当に好きな先輩、まあ、ゆきやさんとかあと菊池さんとか丸岡さんもなんですけど、でも性格がすごい出るんですけどオールスターまでのその夜にゆきやさん連絡があったんですよ。で菊池さんが次の日の朝だったんですよ。おめでとうって言ってくれて、菊さんもあの LINE くれたんですけど、で丸岡さんだけ直前にあの今来たみたいなわかりますよね、なんかこのキャラクターのまあ磯部君に至ってはあの中日スポーツかなんかの写真で、こいつ新聞で気づきやがったなみたいな新幹線の中で新聞見ながらこいつあれだみたいなあ、そうだ、あともう一個あります、はい、
そ水神祭なんですよ。これ水神祭だけは言わしてもらいたいんですけど、飛び込ましてくれみたいな言ったわけじゃないんで、そこだけはちょっとご理解お願いしますよ本当に。表彰式も終わってしれっとこうもうさあ帰ろうかなって思ってたんですよ。そしたら香川の宴会部長の三島さんから、おりょうくん行くでみたいな感じで、香川市みんないるんですよ。これ行くしかねえなと思って、ここでやっぱ断るような男じゃないじゃないですか僕は。もうせっかくこう待ってくださってたんで、じゃあ行きましょうかみたいな感じで行っちゃって、選手代表の中越さんとちょっと相談して、あの最初は普通にこうウルトラマンスタイルで投入してもらおうとしたんですけど、まあやっぱこのご時世推進祭もちょっとどうなんだろうなと、なもう自分からこう自ら飛び込む。丸亀さんも YouTube やってるんですよねあれね。だから見てもらったら分かるんですけど、三島さんがめっちゃ頭気をつけろって言ってるんですよ。そうなんですけど、それがその頭気をつけろっていう三島さんのがちょっとすごい回数言うんで、ちょっと暇な人あの丸亀のやつ見てみてください。頭気をつけろって何回言ったかちょっと一回数えてみてください。三島さんの僕ちょっとあれが積もっちゃって。その T シャツなんですけど。はい。あ、これですか。そろそろくれよ。あ、これですか。はい。それどうされたんですか。これはですね、あの一応、まあ、ちょっと表だけだと分かんないけど、ジャイアンツキリング、はい、ここがこの丸亀の強国の乱、はい、平定と、はい、僕はあの一応強国の乱を収めたっていう、乱を収めたという意味で、はいはい、強国の乱平定なんですけど、これもだけどこれ欲しい人がいたらちょっとコメント欄にこう書いておいてもらって、あとは瀬古さんがそこチェックしてくれるんで、まあ需要があれば、あの選手関係者には結構これもう配ってるんですけど、はい、もしちょっと欲しいという声があれば、このね今ディレクターとちょっと話してる話がどういう風になっていくか、新しい勝ち釜の形になるかもしれないんですけど、多方面からいろいろ声をいただいてました。私実はまあちょっといろいろ考えてますけど、でも面白いんじゃないかなと思うんですけどね。はい。今後ともよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。でこの後なんかスタンドの照明がいよいよ変わるということで、はいはい、らしいんですね。それで休んでたっていうことを先知って、はい、なんでガマゴリ休んでるのかなと思ったんですけど、はい、この思想を、そうです、私後ほどしてまいりますんで、はい、その模様もですね、ぜあのしっかり密着させてもらうので、あ、思想の模様も、はい、こう変わりました照明の感じとか。